私の腕の見せ所ですよ。私のスコープの前に立つのが悪いのです。ターゲットの名前はモテすぎ天蔵、今まで異性と付き合った経験なしと。そんなあなたを私のこの手で幸せにして差し上げます。覚悟してください、天蔵様。
キューピッドをやっております。そうです、人間に愛を運ぶ天使です。見習いですが。天使学校3年生の卒業試験は先生から指定された人間にモテ器を与えることなのです。3年生である私は天井様を指定されましたので、あなたに愛の矢を放ったのです。矢を放つのは在学中に嫌というほど訓練させられているので、卒業試験といってもとても簡単なことなのですが、私間違えて大量連射してしまい、天井様を必要以上にモテてしまう状態に陥れてしまいました。それが人生でたった一度のモテ日で、明日から永遠に彼女ができなくなってもですか？人間には生涯3回のモテ期を作るのですが、その時使用するのは一夜なのです。それなのに16夜も当てちゃったから、今日たっぷりモテてモテて困っちゃう MMK になってしまった後、生涯そんな日はもう来ないんです。うー、悔しいけど言い返せません。ごめんなさい。そして助けてください。アタコ、このことが学校にバレると正規の天使になれないどころか、落第の上すごいことされちゃいます。天井様、この機会を利用して死んでも彼女を作ってください。どうしてですか？人間が自然だと思っているそれは私たち天使のおかげなんですよ。しましたように、あなたは今日を逃すと、はい、異性だけでなく同性動物からも恋愛感情を持たれることは生涯ありません。
その時とどめを刺された標的以外の女の子と結ばれちゃうこともありますよ。はい、そうです。それでは誰かを選ぶ前にもっと天蔵様のことを教えていただけますか。勉強についての質問をします。勉強は好きですか？まあ、大体そんなところだと思いました。では、家で何時間勉強してます？まあ、そんなところでしょうね。予想通りです。それでは、運動についての質問をします。足は速い方ですか？すごい自信です。100メートル何秒で走れます？すごい、すごすぎます。世界新記録です。それではおしゃれについての質問をします。ファッションは気にする方ですか？言い切りましたね。では下着は毎日変えてますか？の質問をします。ベッドの下にいかがわしい本を隠してますね。やはりありましたか。パタコ、山を張ってしまいました。では何冊お持ちですか？なかなかの強者ですね。ややエロです。なるほどなるほど、天蔵様の人となりを把握いたしました。そういう方でしたのですね。それでは天蔵様、このパタコに誰に告白するのか教えてくださいませ。告白する人を選んでください。それでは私の卒業と天蔵様のためにジョワーッと行きましょう。どちらも大事ですよ。大丈夫です。本当にここから先女の子が次々と天蔵様に向かってくるでしょう。その子たちを見つめてフェロモンショットでバキューンと昇天させるのです。フェロモンショットは使い方に気をつけてくださいね。ご心配なく、私は天蔵様にしか姿が見えないようにしておりますです。それでは参りましょう。スタートです。
ちゃちゃっと昇天させちゃいましょう。記念すべき1回目のライブなんだぜ。先輩にも言ったじゃん。覚えてねえの？うん、ちょっとだけ。いや、葵さんは正しいと思います。そんな目で睨んでもダメですよ。あたこは負けませんよ。じゃあな、先輩。僕これからやることたくさんあるから。おお、あ、クイズ？全然。誰と喋ってるの？やっぱ先輩人類の一歩先を行ってるぜ。感心してますよ。変な子ですね。
安心してくださいな。こう見えても私天使ですから。ではハタコのターンですよ。モテモテオーラが効かないなら効く状況にすればいいのです。いきますよ。ドキドキフィールド展開。うわ、なんだこりゃ。お、なんだここ、敵か敵なのか。わかんないけど、僕急いでっから。じゃあ、そりゃあった方が。って先輩、手伝ってくれるってこと？やった！マジ助かるよ。先輩がそんなに僕のライブのことを気にしてくれてたなんて嬉しいぜ。じゃあ後で僕の教室来てね。なるほど、彼女は音楽のことで頭がいっぱいなんですね。ガーディアンとはその人の心が作った守護するようなものと思ってください。ガーディアンに対抗するためには天蔵様は男を高め、モテオーラをパワーアップさせるのです。パワーアップすればガーディアンを打ち破ることができます。というわけで、葵さんを彼女にするために天蔵様は精進あるのみです。立ってリングに向かうのです。
められるんですか？はい、その息です。バシバシ行きましょう。まずは葵さんの教室に向かってゴーです。先輩すっげー、モテモテじゃん。
どうしてどうして。お、あはは。うん、あはは。先輩先輩、手伝ってくれるんだよね。バンド作った時もそうだったけど、今回も助けてよ。今日ライブじゃん。だけどまだ歌詞ができてない曲があるんだ。一緒に考えてもらっていいかな。なんか引っかかってうまく作れないんだ。触りすぎて何をどうしたらいいのかみたいな。そうかも。サンキュー。やっぱ先輩は頼りになるぜ。んじゃ音楽室で。天井様、成績悪そうですもんね。そんなことありません。さあ、無駄口叩いてないで、さっさと音楽室に向かいますよ。行きましょう。あ、見つけました。ラネー。いいか。いいよ。
ラブソングなんだ。だけど歌詞がうまくいかなくて。先輩モテモテだから、モテモテなイケてるロックな歌詞作れるだろ。無理なの？やった！じゃあ頼むよ。つか先輩、普段どんなの聞いてんの？はあ、なんかかっこいいね。これ。よく見てよ。ぶっ殺すくらい愛してるって書いてんじゃん。僕はそういうのがいいと思ってんだけど、アイデンティティを見失ってんのかもしれない。おお、なんか心理を突かれた気がする。素直か。素直。OK、 腰抜かしてくれよ。最高な歌詞を考えてくれよな。行くぜ。はい。目と目が合って、おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。立てほらこんな、おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。転がるこのままと助け、おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。今すぐ肌を、おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。パワーで。おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。君のこと、おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。今すぐ抱きしめ、おお、それ最高じゃん。じゃあ次。行くぜ。はい。君のこと、おお、それ最高じゃん。先輩のおかげでなんとか完成したぜ。サンキューな。すげえ、グレートだぜ。神降臨。やった、できた、ヤッホー、サンキューだ先輩。これでライブも開催できるよ。当たり前だよ、二
人で作ったんだからさ。うん、屋上でするんだ。あ、そうだ先輩、屋上のステージもうできてんだ。見せたいから来てよ。先行って待ってる。じゃ。
ざけんな。ちょっと忘れてただけだろうが。口で言えばわかるだろう。なんでいきなりステージ解体してんだよ。くそ、ぶっ殺す。だって分かったよ。先輩がそう言うなら仕方ない。我慢する。どうしようかな。何をすれば広まると思う？服を用意してる時間がないって。おお。先輩天才。じゃあちょっと行ってくる。天蔵様、ステージをなんとかするってどうするんですか？そう言うとなんかそんな気がしてきた。うん、もう大丈夫。やってくるぜ。Thank you.
風先輩、見ててくれた？へへん。これもそれもこのギターがあるからできることなんだよね。鼻と口、はあ、まさかね。じゃあ僕この調子でガンガン人を集めてくるぜ。でも先輩一人じゃ。先輩、頼りにしてるからステージのセッティング任せたぜ。じゃあ僕行ってくるから。おう。調子のいいこと言って本当大丈夫ですか？しませんよ。なんだかよくわかりませんが、それでは行きましょうか。いいじゃないか。あれ？
幸せです。ラミアイス。サボっちゃダメです。先生なのに。さすがです。隙がありませんでした。
けましたよ。欲しいな。見つけちゃいました。欲しいな。よく耐えました。感動しました。あ、先輩、やっほー。ああ、元気だぜ。宣伝も順調だし。もっと褒めていいよ。元気になれたの先輩のおかげだよ。本当ありがとう。うんうん、先輩はすごいんだよ。本当だって。うむ、この感じ、キューピッドは恋の機会を逃しません。待っててください。気が散ります。ドキドキフィールド展開。さあ天蔵様、無駄口叩いてないで。この機会を逃してはいけません。お、また例のやつか。来い、受けてやるぜ。来てくれそうなんだけど、その中にあの人もいたりしないかな。うん、このギターはあの人のおかげで手に入れられたんだ。ガキの頃欲しくて欲しくて仕方なかったんだけど、うち貧乏だから買うお金なくてさ。そしたらその人が僕のために額割るくらい何度も土下座して店員さんにお願いしてくれたんだ。だから僕これ10円で買えたんだよ。すごいだろ。額割るくらいの土下座って凄まじいですね。名前も知らない男の子。うん、あらら、なんだか嫌な予感がしますよ。何先輩。ありがとう先輩。
それじゃあ僕、もっともっと人集めてくるよ。先輩、ステージ任せたぜ。へこんでる場合ではないですよ。幻の男より実体のある男の方が魅力的だと教えてやればいいんですよ。卒業がかかってますから。はい、その通りです。そうですね、あれだけの女の子の手にかかったらあっという間かと。ですがすごいですね、天蔵様。女の子たちにお願いしてステージのセッティングをさせるなんて。あふれ出すフェロモンをあんな風に利用する方がいるとは思ってもみませんでした。天蔵様は日本一、いえ世界一のトンチ小僧か悪知恵使いですよ。どっちにしても時間はありません。これが正念場です。頑張ってくださいね。頑張っていきましょう。
特別授業。とてもよくいいじゃないか。もちろん。よし、じゃあ時間だし行ってくる。先輩、ちゃんと聞くんだぞ。出ないと意味がないんだから。ううん、何でもない。みんな待たせたな。このライブはみんなと、憧れの人に捧げるんだぜ。行くぜ。天蔵様、打ちひしがれて口から魂出してる場合じゃないですよ。ほら、ライブが始まりますよ。それほどでもないよ。で、どうだった？やった！
先輩、あのさ、憧れの人って先輩のことなんだけど。なんか、あれ、すっげー嬉しい。うわ、なんだこれ。うわ、顔超熱い。ピキーン、来ました。ラストドキドキフィールド。天蔵様、今度こそ決めてください。今度は僕が そこだね。なんか変な感じ。あの時のあの人とこうしてるなんてさ。ありがとう先輩。先輩はすごいんだぞ。僕の人生変えた人なんだから。あの時僕がギター買ったのを見届けたら先輩ぶっ倒れてさ、そのまま救急車に乗せられてった。だからお礼言いたくても僕先輩の名前も分かんなかったんだ。なんで思い出すのがそこなんだよ。でもそうだよ。っていうか覚えててくれたんだ。そっか、記憶がなかったんだったら仕方ないよな。それだけ必死に土下座してくれてた証拠かもしんないね。だってすごい怪我してたもん。うん、そうかも。ううん、あ、先輩悪くないんだから謝んなって。だって思い出してくれたじゃん。それにずっと僕のことも助けてくれてた。あの時からちっとも変わってない。僕の方こそごめんね。あの時の人が先輩だってすぐに分かってたらよかったんだけど、よくよく見たら面影があるから、
それで今日なんとなくそうかもって気がしてたんだ。でもよかった、僕の勘が当たって。出ないとずっとどこの誰かわからない人を探し続けることになってたよ。でもってその人が僕のこと好きだってなんか嘘みたいだ。すっげー嬉しい。何？先輩どうしたの？お、ああ、ファンタスティック！
男ドジッタの格好にバレバレでした。これからずーっと先輩と一緒だもんね。